Hey guys! 皆さんこんにちは。カナダ・バンクーバーに住んでいるハンナです。本日は外から収録をしております。雨がね、パラパラと降っているんですけれども、空気が気持ちいいなと思って、家のもう出たところから歩いて30秒、走ったら10秒、もう森の中に入っていけるトレイルの入り口があるんですね。で、そこから、まあ15分とか20分くらいでこうぐるっと回れる簡単なハイキングコースみたいなのがあるので、それで今心のリフレッシュというか、のんびり歩いております。で、なんて言うんでしょうか、やっぱり外に出るってのはいいことですね。お天気関係なくやっぱり気持ちがいい。で、なんか雨がね、秋以降は多いんですよ。バンクーバーはレインクーバーって揶揄されたりするくらい、一年の半分が雨季とされていて、まあ今ぐらい、まあ9月、もう10月か、10月から春、まあ4月くらいまでずっとなんとなく雨が続くんですね。暗い時間が続いていくんですけれども、人によってはやっぱその時期がすごい憂鬱だとか、なんか鬱蒼とした気分になるとか言うんだけれども、何でしょうか、個人的にはですね、雨はあんまり嫌いじゃないですよね。どうなんだろうね、やっぱ山と海だったら山派だからかな。緑を見てるとやっぱこう雨降ると嬉しそうですよね。木も葉っぱもお花も。まあザーザー降りだとちょっとね、洪水とかって大変だけど、こうやってしとしとパラパラ降るぐらいだったら全然いいんじゃないかな私はそんなに嫌いじゃないというお話でございました。で、まあ今日ね、今歩き始めてすぐワンちゃん連れたお姉さんと出会ったんですけれども、でワンちゃんがすごい私に寄ってきてくれて、おーヘドヘドとかって言いながらちょっと撫でたりなんかしてたら、お姉さんが少し先で上を見上げていたんですね。で、何見てるのかなって思って近づいてっていたら、お姉さんがあれ見えるって言って指さした先に、ウッドペッカー、コン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 って木をこうつつく、キツツキなのかな、ちょっと何も調べないで今録音してるのであれですけれども、そう、木を叩くタイプの鳥、頭が赤くってすごい鮮やかで綺麗な色してたんですけど、それを発見したのをシェアしてくれて、すごい綺麗だねとかって言って、いいねいいねみたいな感じでそのままそれぞれ歩き始めました。なんかこういう日本でも割と登山道とかってなんかみんなオープンな人多くないですか。歩いてると、あ、この先にさっき綺麗な、じゃあわかんないけどリスがいたよとかさ、鳥がいたよとか、あとはなんか、まあ、頂上近くになったらあと少しだから頑張ってとか、あ、こっからはそんななんか大変じゃないからねとか、自然が好きで森の中を歩いてる人って結構日本でもどこでもオープンな人が多いような気がしますね。なんとなく私の経験上。そう、でもなんかちょっとこうほっこりしまして、ワンちゃんも可愛くって、で、そのまま引き続き一人で歩きながら、なんか面白いもんないかなって思いながらキョロキョロ過ごしております。そうですね、まあとはいえ何を話そうかなって何も決めてないんですけれども、あ、そうだ、まあなんかちょうど今目に入ったので、ナーストリー、ちょっと名前違かったらごめんなさいですけど、まあ森の中でこう木いっぱいありますが、木ってそのうち倒れちゃうでしょ。で、倒れた後の木、横たわった木から、こう、また新しい木が生えるんですよね。赤ちゃんがそっからまた生まれて、で、そのまますくすく大きくなっていくわけです。だからその倒れた木のことを、まあなんていうんですかね、育てる、ケアしてあげる、育てる木として、なんかそんな呼び方があるみたいで、で、まあ、ツアーガイドのお仕事する上で、それは、ケプラーのサスペンションブリッジっていう、まあ、観光地があるんですけど、そこの、なんていうんですか、看板に書いてあって、それで勉強したんですが、
それを聞いてからこう森の中歩いたりするときにすごい木の根元を見るようになりましたね。特にちっちゃい木の根元とかはすごいわかりやすくて、まあしっかり横たわってる場合もあれば、大きい木とかだとよーく見るとあれ？あ、もうなんか土みたいになってるけど、もともと倒れた木があったみたいな感じで、この形がそうなってるなとか、なんかそういう気づきがあったりしてすごく面白いです。こういうなんか豆知識みたいなのっていいですよね。私結構なんて言うんだろう、なんか昔あったトリビアの泉とか大好きで、あとはうんちくか、うんちく系超好きで、だからまあそういうの聞くのも知るのも調べるのも好きだし、あとまあツアーガイドっていうお仕事の性質上、人にねそれを伝えることが多いので、今はなんかバンクーバーのちょい知識みたいなとか、まあカナダのちょい知識とか、なんかそういうのをどんどんこう覚えたりしてて、自分もなんか楽しいなって思いながらやってます。まあすごいキノコが生えてますね。すごい豊かだ、気持ちがいい。まあそんなこんな言ってますけれども、台本をね前回はちょっと作ったんです、正直なところ。で台本なんとなくこう、まあそんなガチガチにじゃないけど、なんとなくそれに沿って、まあ初回ですから話したんですが、今回は全くの台本なしです。まあ私は今まあメインではスケートボード屋さん、まあ、スノーボード冬ですから今売り始めてますけど、スケートボードとかスノーボードとか売ってるお店で働いています。バンクーバーのもうローカルショップですね、チェーン店ではなくって。それで働けるのがちょっと私のねワークビザの期限が迫ってるので、今月ちょっと本気で働くぞっていうんで、後で働けなくなっちゃう分、もう明日からこうめちゃくちゃ働くわけですよ。でめちゃくちゃ働くんだけど、のツアーとかも含めてね。でもそれでもこういう SNS の発信は続けたいんです。っていうのも好きだからね私これなんでやってるかって言ったら、すごい好きなんですよね。なんか表現したりお話ししたり編集したり、もっと細かいこと言ったらなんかフォントを考えたり、あここの文字の色何色にしようかなとか、ここでフーって音入れようかなとか、なんか何でも自分の好きにできるじゃないですか。だから私ついこの間気づいたんですけど、なんか YouTube 表現活動、まあすごい固い言葉で言ったら芸術活動の一つだなって思って、なんか絵を描いたりするのとか、まあ人によっては演技をしたり、人によっては歌を歌ったりっていろいろ表現することを楽しむ人って言いますけど、私にとっての YouTube は割とそれに近いものがあるなって思いますまあでもなんか私の中でそれはすごい新しくって、なんでやってるのかって今までそんななんか深く考えたことなかったから、なんか新鮮なアスペクト、なんか見方側面、なんか新鮮な側面でしたね。それで私思ったんですけど、なんかもうみんな YouTube やればいいのにってすごい思ってます、ずっとなんかそんなにいないんですよね。なんか友達の中でも YouTube チャンネル持ってるよっていう人、なんか実は持ってたよっていう人が1人、持ってるよっていう人が2人、でもそんなのがどんどん載してる人はあんまり友達にいなくて、でもさ、みんなが始めてくれればみんなのコンテンツみんな楽しいだろうし、何より私もやんなきゃって、なんかこうなんて言うんですか、モチベーションになりそうというか刺激をもらえそうだから、みんなやってほしいですね。インスタグラムって全員持ってるじゃないですか。なんで YouTube は全員持ってないんだろうっていう、長めのこうストーリーズ載せたくない？どうですか？まあそれがちょっと私の本日の、世界に何かを言うならば何、みんな YouTube チャンネル持って始めましょう。
です。まあそんなところでちょっとそろそろ終わりにしようかなと思います。だらだら話しましたが、楽しんでいただけていたら幸いでございます。まだですね、チャンネル登録していただいてない方はぜひぜひ登録していただけると嬉しいですし、留学とかワーホリとか海外生活についての発信をインスタグラムでしてるので、もしよかったら、ちょっと上り坂だったから息上がってきちゃった。30歳。はい、フォローしていただけたら嬉しいです。コメントなどでどんなお話が聞きたいか、などなどのアイデアも、いつでも大歓迎しておりますので、よろしくお願いいたします。最後まで聞いてくれてありがとう。いい日にしてくださいね。ハンナでございました。じゃあね、またね、バイバーイ。